こんにちは、速稼塾の久保でございます。あなたは今、開けてもくれても考えてることってありますか？私はね、開けてもくれても実は FX のことを考えてるんですよ。まあ特に最近はですね、対談がありますんでね、どういうふうに多くの方に FX をね、分かりやすく伝えていこうかなと思うのと、やっぱりね、対談となるとね、すごく思うことがあるんですけども、全然人が来なかったら対談していただいてもね、もう非常に申し訳ないんで、もうことにおいてですね、この12日の21時からの FX のことをね、今お伝えしているところなんですけども、ちょっとまだまだね、参加しますよって方のエントリーがいただけてない状態なんですよ。まあそこへ行くとね、今新潟ではブルーインパルスっていうのがあるみたいで、まあすごく多くの方がそれを見に集まったそうなんですよ。いや、ブルーインパルスほどのこう魅力があればいいんですけども、もう私のね、この FX の相場解説、もう毎日続けて6年になるんですよね。きっとですね、ブルーインパルスに飛び立つパイロットの方も何人ものライバルをかき分けて、非常に厳しい訓練のもとたどり着いたんだろうなと思いますね。だからこそ多くの人が集まってくれるんでしょうね。まあ私もね、FX6 年やってますんで、これでね、誰も来なかったらね、何やってたんだろうみたいなことになります。まあ、FX は小ビジネスじゃないんで、私一人が勝ればいいということではあるんですけどもね。でも、速稼塾の中にも投資に興味があったり、FX に取り組んだんだけども、なかなか勝てないっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ私がね、6年間、地道に積み上げたスキル、ノウハウ、それから失敗談、こういったものがお役に立てればなと思っております。まあ実はね、12日の21時からの、舞姫大学のナミさんとの FX のズーム対談なんですけども、ちょっとね、どんなことをお聞きすればいいのかなと、皆さんからも、いろいろとね、ご意見募集してるんですけども、まあ、未だ一件もなしということでですね、どうしましょうかということなんですよ。まあ何もなければ、おそらくこういうことが、皆さんの興味に当たることなのかなと思うものを準備していろいろお話ししようと思うんですけども、まあ、この辺もね、対談するナミさんの方からこんなことを話していきましょうよっていうのが、まあ、あると思いますので、まあもう明日なんでね、もう時間ないですけども、よろしかったらまたメッセージを送っていただきたいと思います。はい、それですね、まあ話していこうかと思うのは、まあなんでね FX 勝てないのかってことなんですよね。だって何も考えずに、バイ、セルのこの2種類だけなんで、言ってみれば超反博打なんですよね。ギャンブルとして割り切っても、2つに1つは勝てるはずなんですよ。でも、FX 学び始めると、やればやるほど、ロスカットになるでしょ。で、ロットもなかなかね、積み増せないですしね。じゃあ、ロットをどのタイミングで増やせばいいのか、そして増やした時にどのぐらい精神的な圧力がかかってくるのか、まあこういったこともね、対談の中でお話しできればいいかなと思ってますけどね。まあFX につきましては、まあ私に任せれば大丈夫でございます。私はもうね、毎日相場解説してどのぐらい勝てているかってことはもうお分かりだと思いますけども、まあこれでね、インチキだって言われたらね、フェイクだって言われたらね、まあ私の人生がフェイクなのかもしれませんけどね。まあでもね、ここまで勝ち込んでいっても、元金っていう問題と、あとね、年間でどのくらい、月間でどのくらい勝ってるんですかって問題になると、そんなびっくりしたほどは勝ってないんですよ。まあ、そこそこね、年収の鋭いサラリーマンぐらいにしか勝ってませんね。多分ね、私がね、サラリーマンをやって、50歳を迎えた頃の年収って、モデルで850万くらいだったんですよね。だから、FX で得てる稼ぎってのは、まあ、そんなもんかなと思いますね。まあ、FX もそうですし、ブルーインパルスもそうですし、それから会社員として出世するにしても、やっぱりこう、10年とか20年っていう単位を積み上げて、やっとその地に伸び詰めるんだろうなと思いますね。それに比べたら、FX ってのは、私もそうですけど、10年やってないですからね。10年もやってなくて、ここまで勝てるんならもう同じでございます。まあ、ということで、まあ、何をね、お話しするか考えながら、何をお話しするか考えながら、ズーム対談の方準備してますので、まあ、きっと学びがあるだろうと、ご期待の上、ご参加いただければと思います。じゃあ、ナミさん、よろしくお願いします。